東京の貝塚の配置赤は、縄文時代の貝塚、オレンジ色は、弥生時代の貝塚出典は、東京都遺跡地図第3分冊1988年、都心部の遺跡1985年、東京の貝塚を考える2008年及び、位置情報は、東京都遺跡地図情報インターネット、提供サービスより、拡大図はこちら縄文時代の関東、平野斜線部分は、 縄文時代には、海だった地域東気流7地形と、貝塚分布より見たる、関東定地の旧海岸線地理学評論、2、P597 から607、P659 から678、P746 から773、内の図から本校では、東京都内の貝塚の中で、存在が確実な縄文、弥生時代の貝塚の一覧を取り上げる。 縄文時代、海面は現代より高く、縄文海進東京の貝塚の分布も当時の海岸線を表している。東京にある貝塚の数は資料によって異なり、1974年の東京都遺跡地図初版では、東京都内の貝塚として116カ所が挙げられている。モースが発見し、日本で最初に本格的な調査が行われた大森貝塚は東京都にあり、 東京では、貝塚の研究は、早くから行われていた。しかし、明治時代の大まかな調査では、貝塚とされたものの現代では、名前だけが残っていて実態がよくわからない貝塚や、歴史時代のもの、後年に、自然階層と判明したものなども含まれる。したがって、各種資料でもその年代によって、東京の貝塚の数は増減している。東京都はほぼ全面に、 開発の手が入る現代では、隠滅してしまいもはや、調査不能の貝塚や人知れず隠滅した、貝塚も多いものと考えられている。本校で取り上げた貝塚には、寺社地や公共用地内所在のものが多いが、逆に、寺社地や公共用地以外にあった貝塚には、人知れず破壊されたものが多いであろうと考えられる。また、貝塚の定義も人によって異なるため、 弥生時代以降のものを資料によっては、貝塚一覧に入れたり入れなかったりしている。したがって、どこからも異論が出ない、貝塚の一覧を作成することは困難であるが、本校では、東京の貝塚に関する有力な資料、東京都教育委員会編、東京都遺跡地図2015年インターネット版、東京都教育委員会編、都心部の遺跡1八十五年、品川区立歴史館編、 東京の遺跡を考える2008年の3点の資料において共通して記載されている貝塚を一覧化する。1988年の東京都遺跡地図第2版では東京の各区の貝塚の数は以下の通り以上105箇所である。この中で戦死時代のものであることが明確な貝塚を一覧にした。江戸川区の貝塚6箇所すべてが歴史時代や 時代不明であり再録しなかったのをはじめ、縄文、弥生時代のものであることが明らかな貝塚以外は取り上げていない。東京の貝塚の数は縄文後期前半に増えているが、内陸部の縄文遺跡の数は縄文中期よりもむしろ減っている。この時期に海面が交代して陸化した部分に縄文人が進出した結果であろうと考えられている。海から、 遠いように見える目黒区東山貝塚は、目黒川沿い、明治神宮北池貝塚は、渋谷川支流沿い、青山墓地内貝塚も、渋谷川支流沿いにあり、池袋本町にある貝塚も八橋川に面し、海面が高かった、縄文時代には、海水が近くまで上がってきたものと考えられている。東京都内の貝塚の中で、存在が確実な縄文。 弥生時代の貝塚の一覧を示す。時代のうちは、時代細分。例えば縄文後期は、縄文時代後期の中で、カソリビー式土器器の意味。関山式器機はおよそ6700から6450年前、黒浜式は機は6450から6050年前、小磯式器機は6050から5600年前、勝坂式は機は5380の4900年。 前、カソリイー式期は4900から4420年前、堀の内式期は4240の3820年。前、カソリイ式期は3820から3470年前、いずれも1950年起点。ありがとうございます。